して、レクサス EX のキーが贈られます。皆様に撮影をしていただいております。それでは市長、よろしくお願いいたします。前にお進みいただきまして、そして一緒に賞金ボードを掲げて、福井さんが勝てて、優香さんが仕掛けて、その上をというところなので、見ました。いや見ました。先に仕掛けてたからね、優香さんより。これでパリ五輪は、パリ五輪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 、あ、パリ五輪、うん、東京五輪はちょっとあれだけどパリ五輪行きます。いや、まあ、それぐらいの強さ。いやでも、うん、初手は本当3番と4番で欲しかったんですよ、うん、風が強いし、なるだけ前にいないと絶対厳しいだろうなと思って、うん、まさかの6番手で、うん、うわあどうしようみたいな、ちょっと焦ってたんですけど、まあ、大丈夫、落ち着けと思って。先頭が奥井さんというのは確認できた。見てました、見てました、うん、まあ、うん、まあ早い、うん、スピードにはなるだろうなと思って、で、まあでも6番手だったけども大丈夫大丈夫ってやって、うん、自信持って落ち着け自分と思いながら、で、まあジャンになってスピード上がって、はい、いや、里見奈動いてって思ってたんですけど、言ってくれよ、うん、はい、でも動かなくてホームぐらいで打ち明けたから、うん、ここだと思ってすくって優香さんの後ろには、うん、いる状態になったので、まあ、優香さんより先に、本当は優香さんについてってゴール前もちょっとやろうかなって思ったんですよ。一瞬はそれで勝っても、うん、その2コーナーの前あたりにこう、うん、それでもし勝ったとしても、うん、自分が納得いかんから、うん、優香さんに先に仕掛けを、うん、ここだと思って踏んで、で VTR 見るまで4茶並走っていうのは分かんなかったんですよ。あ、あのバックから3コーナーどうなってるか、まあ4車並走って知らなかったんですけど、うん、VTR 見て4車並走ってなって、そこを乗り越えれたっていうのは本当に自信になりました、うん、で, もでも1年間マジで燃え尽き症候群になりつつも頑張ってきてよかったですよ。実際その本当にこれが私の集大成です、うん、もう1年間というのが一番強いレースだったかもしれない、うん、待ってないし、オールガールズからこれですからね、うん、見ました見ました本当それぐらいの、いやね、めっちゃ自信になった、うん、あの本当はこの1年間、去年と、ん？去年じゃ、今年？去年、うん、去年取って新聞に女王って書かれるようになって、うん、じゃあこれで取れんかったら来年女王って呼ばれなくなるんやろうなって思った時に、うん、そんなの嫌だと思って、まあ、それもあってまた女王って書かれたいと思って、その称号を、しかもやっぱ新聞見てもやっぱ優香さんがやっぱ取り上げられるところが多かったから、うん、まあ、逆にそこが燃えた、見てろよみたいな、うん、あ、今日の新聞やっぱ小林優香が本命になってるとか、そうそうそうとか、やっぱ予想とかも小林優香絶対みたいな、東京オリンピックうぬんで原稿がよく出てる、だから力でねじ伏せた、そう見てろよみたいな、女王だと、私がガールズケイルの顔だぞみたいな、うん、まあそんぐらいの強気な気持ちで、でこれで本当に何もの史上初なんですけど、まあ、連覇だし、先ほど言ったような3連覇の目標、はい、明確に口にできるというのは、いや3連覇かっこよくないですか。3連覇はプロ野球でも難しいグランプリ、ダンスのグランプリでもいないんじゃないかな、連覇、3連覇、連覇までは、うん、史上初ですよ、うん、初めての女、うん、まあ、めっちゃ笑うんですけど、うん、今日何食べ行くんですか。わかんないです。それはまたね、またちょっとじゃあおいおい、はい、V2 ポーズ、リアルな V2 イエーイ。